すべての新ダイヤモンド打ち方と私と戦うことを許してやろう。そうなんですよ、いるんですよ、まだとんでもないのが。ダークドレアムです。やばいんだよ。弱点属性なし、雷属性を扱う白メルも驚愕の6200。さあどう突破してくれましょうか。僕はそれを信じてやみません。待て、頑張れ。さあここまで来たなら行きましょう。アマもかけずに、ハヤブサもなしで、もう信じたこいつらでね。だから僕も最後まで行こうぜ、この縛りで。最後だよ、どんなドラマを見せてくれるんだ鬼コンボ。うわー、これなんだよな、いつも悩んできたわ。よし、どうだ、これでどうだ。信じろ、信じろ、信じろ、自分のプレーを。いよいよ灼熱の10番勝負ですね。連戦ではないですね、10連戦にすると地獄見ると思うんだわ。さあ見たか、ダークドレアム、そしてなぜかもらえるプラキンのね、あの装備とダークドレアムのコスプレと。いらないです。さあいよいよですね、来ましたよ。よくぞ真の大魔王を倒したな、ユーロユキラ感服するぞ。そうっすね、一体何回負けて何回もやり直したかわからないですけどね。さあダークドレアム、約束を守ってもらうぞと。もうそんな出てくんな、バーって。よかろう。ユーロの力は本物のようだな。本当に本当に言っとる、今までの戦い見て本場言うとる。それ全ての新ダイヤモンド打ち方と私と戦うことを許してやろう。そうなんですよ、いるんですよ、まだとんでもないのが。ダークドレアム。さあいよいよこの裏ストーリーも最後の佳境に歩もうとしています。最後の2体、1体目ダークドレアムです。やばいんだよ、弱点属性なし、雷属性を扱う白メルも驚愕の6200。さあどう突破してくれましょうか。そして我らが主人公が帰ってまいりました。そうです、ちょっと若干忘れがちなんですけど、もうエスターク戦でももはや忘れていた存在なのではないでしょうか。行きましょう。 なんとアークデーモンたちが。でも赤目を実はこいつ倒してきてるんですよ、まぐれで。もしかしたらダークドレアム下克上あるやもしれません。僕はそれを信じてやみません。一度だけチャンスをあげる、一度だけね。さあ絶望感が流れております。魔物出現、どっちが魔物だと言いたいわ。さあ鬼コンボを VS ダークドレアム、嫌な構図。ドレアムからすりゃ何これ、このものを倒せば良いとだな、たやすいことだみたいになってないかい。このものを倒せば良いのだな、たやすいことだと。鬼コンボにとって厳しい点は、まあ、雷が、あ、まず相手カード遊ぶということか。あの、勘弁していただけません、それ。今までの鬼コンボの負け方って、相手カードで勇気削られて、勇気たまんなくて負けてるんですけど、それをご存知の上でやってらっしゃいます。さあ、行け鬼コンボ、下克上だ。お前が魔人になる時もあるかも。はぁ、ちょっと信じられへん。信じられへんわ、ちょっと。信じられへんってダメージが。ちょっと。お前、主人公のスターフレア並みのダメージしか出してないんじゃないか。主人公のスターフレア並みのダメージしか出していないような気がするんだけど。え？あれ？電撃一閃！ギガスロー！わーちょっと待って！頑張れ！雷にも弱えからな。雷弱えからな。まあ、折り込もうな。しょうないわな。だが、しかし。ここで怒涛の反撃、怒涛のスタンプ、いいよ、怒涛のスタンプ、今の怒涛のスタンプいいよ。いや、会心で2倍レベル出んだな。そうだな、うん、ダークドレアム耐性高いんだな。あれギガデインって大丈夫なの。え、まあ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 、まあ言うてでもね、こっちも主役としてのね、メンツを、うわえ
へへ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 へ凍てつく波動にかけよ、まず。まず凍てつく波動にかけて、そう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 。で、次に、あれ凍てつく波動されたってことは、つるっていうと、勇気がたまんねえわけだな。あれえそうだね、凍てつく波動を2回されると、勇気がたまんないわけだ。会心をもっと出してくれればいいんだけど。とりあえず次耐えるか。とりあえず次耐えてみるか。あ、いや、ワンチャンじゃねえかな。いや、ワンチャンじゃねえか。いや、有機量的にさ、これさ、どうしようも。俺、このパターンどっかで見たな。なんか俺、このパターン過去動画で見た気がするんやけど。なんか、怒りの魔人あたりが吹っ飛んでったのはよく覚えとんねんやけどさ。まあね、まあここはオッケーなんだけど、これウルトラスタンプの怒涛のスタンプお願い。これウルトラスタンプ怒涛のスタンプでいけるぞ。これ連続ウルトラスタンプ頼むわ。出た。どうしようか。どうしようかお前。もうどうしようか。もうどうしようか。え、おっと、相手の攻撃、えグランドが、ジュージュー先行が、ジャークを滅ぼす。なんや、なんや、なんや、なんや。なんや、なんや、なんや、なんや。1500って言って見えたぞ。なんか、どうなってんねや、このゲームは。相手は白目、まず白目ドレアムといえど、まあ、その強さは下手な赤目より強いと言っても過言ではないでしょう。さあ、ここまで来たなら行きましょう。アマもかけずに、ハヤブサもなしで。もう信じたこいつらでね。あ、まあ一部か変わるかもしれないけど、まずは不安要素なしで行こう。さっさかちゃんね、やっぱ不安になってくる。うん。いやー、動画でも生放送でも君のこの BGM と顔をね、何度見てきたかわかりませんね。そして今ね、圧倒的に何が違うかっていうと、実質 SP なしで一人プレイで、かつこんなメンツでもうドリアムに勝てるのかっていうことなんですよ。そう、お供もほとんど固定されていて、めちゃくちゃ強いってわけじゃないんですよこいつらも。うわその中でいけるかどうかを私はやるわけですね。でも正直ね、 S タークもいけたんですよ。赤目 S タークってSP なしでやったら、多分まあ、吹っ飛んでいくことが多半数なんで、そこさえ超えてるんだったら、もういけるんじゃねえかって思ってますよ、僕は。さあ、行こうや！いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。そう、ちょっと通り悪いね。すべての属性にね、若干の弱耐性持ってるんですよ、こいつ。打撃以外には。なんで、ダメージがね、比較的通しづらい。通しづらいや、通しづらいわ。すっげえ通しづらいわ。まあでもね、まあ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 、今の1ターン目のメツマさんすごい良かったよ。行こう。一気、メツマさーん、この威力ケースでご利用してけ。いい、いい、やっぱ威力ケースでご利用してんな。さあ、ここ大事。うわ、来た、電撃一閃ギガスローン、うわって、うわって、聖女の盾ごとやられたか。おい、聖女の盾、おい、聖女の盾。うわ、よし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 、いいぞ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 。いや、いけるかもしれんわ。なんかいけそうな気配してきたな、いきなり。さあ、エスタークと決定的に違う点、3ターン目つばぜり合いだってことです。どういうことかというと、赤で挑まなきゃいけないってことです。なんという緊張感。よし、悪くないよ、悪くない悪くない。勝てたに勝てたに勝てたに、ドリアムのつばぜり合いしたいかもしれん。よっしゃ、オッケー、つないだ。
でかいね。エスタークと大きく違うのは、赤の翼でよし、ほとんど強いられるってこと。でもここ勝ったよ。これ結構、あ、もういけんじゃねえか？これかなりいい感じになってないか？次のターンは、凍てつく波動かおたけびなんですよ。だから、おたけびだったらもう勇気はたまるし、凍てつく波動だったとしても、5ターン目にはこいつ5つカードないんで、実質もう勝ったんじゃねえか、これ。もう。もう勝ってんじゃねえか、ほとんど。変な事故がない限り、もう勝ってんじゃない？はい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 。あ、もう勝ったかな？だって、もう超えてるでしょ？あ、おたけび主人公に行くか、やっぱ。お！あれ？ゾンバイめっちゃ。今回めっちゃ、あれ、あっさり行きますこれ。あれ、今回あっさり行きますやるじゃん、やったわ。これは多分ね、コングヘッドも、滅技もよう、頑張った頑張った。これはでかい。まさかの一発突破ですか。あっていいんですかこんなこと。やったぞー。行きました。白目とはいえ、まずね、ドレアもまさかほとんど一発でね、勝ってしまったよ。これはでかいね。いやー、でも3ターン目つまずりはいいよ。強いられるっていうのがもう一番の緊張感だな、これ。まあ、負けたら終わりっすからね。でも、ダークドレアムのチャレンジは僕ね、過去にね、4日間ずーっとやってたことあるんでね、負けてられないっすよ。さあ、行きましょうか。次が最後、正真正銘のラストボトルです。私を倒すとは王者というのは伊達ではないようだな。しかも SP なしで、よかろう、私の真の力を解くと始まるがいい。もうやだ、もう勝ったことにしない、や勝ったことにしない、もうね、やばいんだよ、絶対やばい。多くの実況者を何度もやり直しにさせ、ここまでね、来た人を。でも、ここまで来た実況者は、絶対に超えてきてる。ここまで行った実況者の中で失踪した人はもういない。そう、だって、ラスト1体って分かってんだから。だから僕も最後まで行こうぜ！この縛りで！こうして、君を出すのも、もしかしたらもう最後になるかもしれないな。いろんな面で悩まされたよ。君たちには振り回された。でもドラマも生み出してきたよね。最後だよ。どんなドラマを見せてくれるんだ鬼コンボ。君の最強伝説なんだ。最後にどんなドラマ見せてくれんの、期待してるぜ。最強の魔人に対し、さあ鬼コンボで参ります。ただ、鬼コンボを使う場合はね、この縛りは SP は自由なんで、これはもう最前提を取りましょう。いきます。1,2,3,4,5,6。はい。そうです。1ターン目の風のマント。まあ、これね、実はね、早計な判断で悪いんやけどな、本当は。来たよー、危ない危ない危ない。本当に危ないよ、そんなもん飛ばしてきて。危ない危ない。電撃操船ダブルギガスロー、こんなものを食らった日には鬼コンボは吹き飛んでいくでしょうから。本当にもう考えられんわ。これは素で食らわないといけないんだよな、主人公だと。さあ鬼コンボ頼むぜ。鬼コンボ行こう、行ける。まずはね、呼吸から入るってわけよ、クソ。ゴミ。まあ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 、まずはね、ちょっとね、遊びのターンから、遊んでる暇ないんだよ、言っとくけど。6800なんだよ。打撃耐性あるよ。打撃耐性あるんだよ。遊んでる暇ないぞ、お前。いけ、いけぐ頼む、怒涛の連続、ウルトラサンプッとどめボーダー足りんのかな。これやばいよな、魔人の方向な。魔人の方向ってのは、おたけびにさらに強化された。うおお、カメラアングルこんな感じになるのね。テンションが上がんのやばい。これテンション上がんのがまずくって、3ターン目何もできないじゃないですか。手をこまねいてるしかないんですよ。
やばいよね。え、ちょっと待って、え、ちょっと待って、大丈夫、避けろ避けろ、避けれるよ、信じろ、いいいい、よし、いける、怒涛のスタンプ、いけ、頑張れ、よし、いい、おおおおおお、え、お、奇跡が起こってる、奇跡が起こった、いけいけ、頑張れ、もしかしたらこれあるかもしれない、怒涛のスタンプで会心出してくれ、会心出してくれば本当にワンチャンあるかもしれない、それあんのか、え、もしかして本当なんじゃないか、え、え、いけるぞお前、いけるいける、諦めんな、いけるって、いける、信じろウルトラスタンプ、いける、いやー頼む、一回しやればいけるかも、一回しやれば、一回しやれば、まだだ、まだ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 ある、まだある、大丈夫大丈夫、いけるいける、5ターン目耐えるんだろお前、余裕あんだろ、耐久、これ夢あんぞ、もしかしたら本当にあるかも、いける、え、いけるの、もしかして鬼コンボ、鬼コンボ、頼む頼む、1回し、あと1回し、頼む、ウルトラスタンプ、ウルトラスタンプ、いけいけいけ、ハハ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 ハ、鬼コンボ、よく頑張った。あとは任せると。もうね、もう本当に誰の最強伝説かわかんないです。これはもうアークデーモン、コングヘッド、オーキルジ最強伝説になっているような、ただ、そんな気がしないでもない。今からでも、ね、遅くないですかね、名前変えんのって。まあ、ある意味それでも伝説作ったと思うけど。懸念点は、3ターン目ツバゼリアになること。そして、1ターン目ですよね。さっき風沼トレは偶然ね、偶然というかまあ必然的に防いでるんですけど、ダブルギガスローを SP なしで受け切らなくてはいけません。SP 禁止みたいなもんなんで。いや、撃てますよ。撃ったところで何になるんですかって話になるんで、こればっかりは。これ、え、どうだろう。勇気がフラットの状態で、やったことってあったっけな、いや、ないないよな。だから未知の挑戦に近い。Sタークの時にも言ったけど、これは。で、とどめボーダーも6800で打撃耐性あるんで、かなり乗せづらいといったところでこんな声よ。レツマザーやっぱり強えな。よし、いいよ。今の1回心でかいよ。オッケーオッケー、いいよ。よしよし、いいよいいよ。しっかり、しっかり多分大丈夫だよ。ここのターン怖いな。絶技もやばいよね。いいか、え、え、ちょっと待って。避けたの？ガードもすごいけど、避けよったかな？猿避けたな？ちょっと待って。お猿さん、コングヘッドマジで？え、コングヘッドマジそれ。ガードしたのはでかいし。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。これは、だいぶでかいな。方向ね。方向これ誰に行くか大事だよ。すっごく大事なんだよね。主人公に行くんだけど、多分。あー、食らうな、やっぱそこな。まあまあ、オッケー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 。止まってないなら大丈夫。このテンション止まった後に、動けないっていう状態になるのがまずいから、止まんなかったのが偉いね。オッケー、いいよ。いいよ、しっかり。しっかりやったら大丈夫だよ。いけるよ。いけるよ。次、つばぜり合いですね。赤のつばぜり合い。そして、ダークドリアム最強です。つばぜり合いの強さはこれなんだよな、いつも悩んできたわ。よし、どうだ、これでどうだ、信じろ、信じろ、自分のプレーを、なんでそれ、それいけるんだ、
それは無理、それは俺でも無理だ、それは俺でも無理だよ。もういい。来たわ。もう切ってきたわ、ほら。うわ、もう向こうのとどめを見ることになろうとは。あ、このとどめを見ることになろうとはな。まあ、何回か見そうな気がするな、これからな。ライダーキックと書いて、雷鳴合弾客と呼びます。ドーン。仕方ない。仕方なかったよ。ただ、さっきの負けを、まあ、見たじゃないですか。たださっきの負けって、かなりなんかね、僕としては、Sタンクの時も言いましたよ。糧になるんですよ、今の。はじめはなんだろう。SP なしでダブルギガスローを、どう受けんのって話だったんですよね。SP なしでダブルギガスローとか受けたり、このお友達でどうやってとどめボーナー持ってくのと。で、アマもかけない。アマかける竜の剣技もしないわけですよ、僕。まあ、セリフですけど。ここはセリフですね。はい。その強武器とか縛って、SP も縛って、挙句の果てにこんなことして、勝てんのかと、本当に。ただ、巧妙見えたじゃないですか。あ、これ巧妙見えないですね。ちなみにこれ。やっほー、ああ、ひでえや、こりゃ。こりゃひでえわ。ま、ひどいことになったな、今度は。今度は一転してひどいことになりましたが。ただね、これでかいよ。だから、いけそうという感が出たんですよ。ダブルギガスローもガードとか避けてしまえばいいんやから、言っちゃえば。だっけ、さっきはまあ、とどめ食らっちゃって負けちゃったけど、おお、こけこけこけ、それでね、いけるってことは分かった。お、いいね。まあ、いいかどうかっていうと微妙なとこだけどな、これも。ダメージ食らってないんやったら大丈夫だ。いいよ、君たち十分な活躍をしてる。君たちで見ようや、夢。いけるよ。よし、いいよ。でかいね。やるわ、さっきからコングヘッドと滅魔山でだいぶ打点出してる。とどめボーダー当たりそうだな。よし、行こう。さっきと同じように止めれればいいんだけど、それができたら苦労はしない。はい、うーん、ちょっと下がった。いや、いけるなに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 、いけー、よっしゃ、オッケー、オッケー、つないだ、繋いだぞ。頼むぞ。あとはいける、いける、いける、これはいける。見ようぜ、夢見ようぜ。最初はだって自分なんて筐体時代赤目に挑んだことすらなかった。これ勇気挑戦するか。赤目にすらさ、はじめは挑んだことすらなかったし、はじめのエルギオスとかさ、初見グリアの時にさ、こんなん無理だろって思ってた。それがもう今ではね、こんなに絞って、こんなに縛ってね。あ、ちょちょちょ、今いい話してんだけど。ちょっと待って、それ外しきついな、君。それでも今はこんなにこんなか戦えてんだから。いやー、これ惜しいことしてるわ、お前。あ、オッケー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 、これあるかも。次次第、うん、こんな縛りでやり続けてきたんだよ。また一つ自分の歴史が、自分の中での歴史が生まれるよ。いけるよ、ここのターン耐えれば勝ちだ。このターンか、耐えれっか。主人公がガードすればいけるんだよ。主人公のガード、うわ、電撃操船ダブルギガスロー、主人公頼む、ガードしてね、よけろ。よし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 、
丈夫かい。それ2投目耐えろ、耐えてくれ。いやあ、やったやった行ったよお前ら、行ったよ行けるって。このゲームならいけるって。ずっとずっと信じてた。いや。よっしゃ。信じてたよ。いけるって。こんまあ、なんだモンバトをはじめ初見の頃はこんなもう絶望的だろって思って、よく本当にいけたよ、終わったよ、うん、この縛りでクリア、こんなに縛ってクリアした人は見たことねえな、大会モードをもう数々の無謀な挑戦がもう完全に俺を強くしたな。でも、だ、うん、君たち、合体元は最高だった。そう、合体元は最高だった。合体後は時々頑張ったかな。いやー、いや、しかも割とそんなに手数かかってないんだね。一番苦戦したのがまさかのエスタークだったっていうね。いや、多分ドレムはむしろやりすぎてんのか俺が。いや、でも遊びのターンはちょっとあるからね。それに救われたのかな。終わった。魔人ダークダイマ撃破。ほんとだよ。しかも、鬼コンボの素材なんかで。まさかこの私が破れとは。しかも鬼コンボの素材ごときに、なぜナイトリッチやデンタサウルスを使わないのだ、なぜ SP カードを使わないのだ。ほんとドリアムからしたらそう思うよな。でもそれができるゲームなんだよ。勇気の力っつうよりは、今ここで認めましょう。6割の実力とね、9割の運なの。常に 150% でやり続けた力なんです、これが。あとは自分がもうね、大魔王の行動を把握して、つばぜれのゲージとか止めれるようになって。そうすれば、ある程度、何このゲームには強いカードとか、強い武器とか、あっても、あるじゃないですか。それに固定せずとも、もうずっと固定概念抱かずとも、大魔王なら、勝てるんだなって。そう、対人だったらちょっと話が違うけど、大魔王、一人プレイの範疇だったらね、自由に勝てるんだと。いうことが今ね、今日証明できたな。やったな。皆さん、宇宙一と、宇宙一じゃなくていいんだよ。縛りを完遂したことを褒めてくれし。名実ともに宇宙王者、宇宙とかじゃなくていいわ。鬼コンボの王じゃな。鬼コン王じゃな。うん。これから俺のことは鬼コンボマスターって呼んでくれ。うん。鬼コンボのことなら詳しいぜ。だから、鬼コンボマスターって呼んでくれ。俺のことはこれから。かっこ悪いな、なんか。なんか鬼コンボマスターってすっげえなんか弱そう、弱そうにしか聞こえないし、事実上弱い。それ、あ、使わなかった星の三人機、強すぎるから。使わなかったよね、強い武器は使わなかったから。いけたな。私は破壊の下追熟にダークドレーム、何者も私を滅ぼすことはできぬ、しかし鬼コンボの素材ごときに負けてしまうとは。いや、もういいっす、もういいっす、もう、本当にもういいっす。あのね、君にはね、あのね、泣かされてんの。生放送だ、主に。うん。訪れない。もう、二度と訪れてやんね。失踪しそうやもん。さあ、もう、うちようじゃ言えないの。
いや、すごかったですよ。私感動して涙が。お前、おっと、相手の攻撃ってお前ずっと言っとったやないか。お前、忘れねえからな。お前のおっと、相手の攻撃って何回俺泣かされたと思っとんねや。何を言うとんねや、マイクマン。ありがとうな。ユウのおかげで聞き渡ったのだ。お前も見てて不思議だなと思わなかったの？ SP カードも使われないのに。友人帳に帰ろう。ああ。わあ、というわけで、まあ、動画上言うんたら3回目のエンディングぐらいになりますかね。無事に全面クリア、3回目を終えました。初見クリアの時と DLC が来た時にね、データが全部バーンって飛んでってんだね。だから、事実上これは3回目のエンディングですね。もう、なんだ？はじめはなんだろう、どっちかというともう、もう絶対無理やんね。初めの感想は、鬼コンボって、まあなんとか言ってるんですけど、合体元、そして合体後見ても、僕の初見の感想は実はそんな強くねえ、なんか弱い。どっちかというと弱いだったんですよ、印象は。まあ実際最終的に思ったのが、大きいルチ、コングヘッド、アークデーモンは、いや、使っていくたびに、あ、なんか、意外とこいつ強いじゃんっていうのが本当に分かった。コングヘッドは純粋にまあ、なんだ？攻撃ができる。アークデーモンは耐久力にすげえ難あるけど、イオナズンと、あ、まあ、イオナズンが本当にね、あ、使いやすかった。あのさ、自分で言ってておかしいなって思ってんだけど、もう最後まで聞いて。あの、で、大木口は、あの、ウルトラスタンプが強かった。あれ、もう合体復も。オグツはウルトラスタンプ。あと、ためるがね、正直ね、途中からすごい使いやすかったね。ためるをしたことにより弱戦属性を主人公に託すってことができたから、そこもね、いいや。やっぱ、いいモンスターだったわ、みんな。はじめはちょっとどっちかっていうとね、僕の中の査定は低かったんですよ。彼らって。でも使っていくために上がってった。ただ、ちょっとやっぱね、みんな、なんだ、穴があるとこは多かったっす。弱点属性多いとか、身の守り低いとか、そもそも一撃技しか持たないとか。でも、使っていくためにやっぱね、うん。あ、こいつらいけんじゃんとか、あ、やるじゃんって、もう好きになれたね。純粋にこの実は好きになれたな。まあ、一つでも、覆らなかったことを言うと、合体後は覆ってないんですよ。想像をしてたというか、なんというか、想像していた、まあ、もともと僕が知ってる範疇の想像してた強さを、対して、その、鬼コンボは覆していないというか。あいつだけは、やっぱり覆らなかった。時々でも、この縛りの時に、勇姿を見せてくれた。それを認める。あいつの勇姿は忘れません。ただ、僕これからこんな縛りやるんだったら、これ以上に弱い合体モンスターの素材ってなんかいたっけな。ま、一番いい人選だったかな。ちょうどいい難易度だった。いや、帰ってきたな。あ、お母さん、もう見る、もうこのエンディング見たら、お母さんは見ることなくなっちゃうんだよ。森さんから連絡あったぞ。お前は本当によくやった。お母さん、もうお母さん、お母さん、お楽に、もうこのエンディング見たらお母さん見れなくなっちゃうよ、このグラ。バトルでもすごい少なくしなきゃダメよ。初見の時に俺は言ったんだもんな。お母さんがさ、そのうちさ、ユーラ、私もバトルロードを始めたのよって言ってさ、バトルしてくんねえかなって思ってたんだけどな。そう、君が使うパーティーは、デンタリッチ。いやー、もうこれで終わりだね。はーい。というわけで、無事に、鬼コンボ、かつ、鬼コンボの素材のみで、ストーリーをクリアする縛り、無事達成しました。いやー、もう、ちょっとなんか個人的に本当にびっくりだったね。SP なしで全部魔王勝てんだな。様々な実況者をエゴさせて見てきて、勝てるんだなーっていうのは勝ったし、弓あんなこのゲーム、脳内のアドレニンが止まんねえわ。やっぱこの縛りも終えて一つのね、大きなモンバトのチャレンジを終えられたかなと
思っております。またね、モンバトの動画自体は他に出す予定ですし、もしかしたらまた変な縛りがね出てきてしまうんじゃねえかと、この人だったらティラさんだったら思いついてしまうんじゃねえかと自分のねあのおバカな発想に震えが止まりませんではここまでのご視聴ありがとうございました。また別の動画や生放送でお会いできる日を楽しみにしております。お疲れ様でした。ウルトラさん吹き飛ばせなんでだよ、ゴミカスにゃーほーぎゃー俺よいしょー、ナイス、はいはいはい、当てれるよし、天人メラ左手にキャノン、バッカ野郎ロンキホエムゴンファイヤー起こす、うわ気合も見せろ、違うんだ、来たね、カラカラの鬼の思い出来ますからね、ね、ね、わぁわぁわぁ、リンダッシュ頑張れ、そうだいけ、連続ウルトラスタンオッケーいいよ、オッケーいいよ、どうなった、いける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 そんな終盤作に挑むホットでクールなやつらを紹介するぜ、頑張れ、お前最後までドロムジャルからな、わぁいいね、いくんだよ今までずっと気持ちで勝ってきたじゃねえか、いいんだ僕ね今の実直な感想を言います、楽しいね